こんにちは、黒田勝です。今日もご視聴ありがとうございます。昨今ですね、コロナでですね、もうこの動画を後々見る人からするとわかんないことになるかもしれないですが、まあコロナウイルスってやつでこう引きこもりしてしまって、みんなフラストレーション止まってて、何やるかってことで、もうこの時こそドラムの練習しましょう。で、お家で練習するときにはまあ騒音の問題もあるし、この練習パッド1個で僕はね、もうプロになるまでずっと練習パッド1個でしたね。このただし練習パッドのここの首が折れたのは3本折りましたね。それぐらいずーっと叩いてましたが、僕はおすすめなのがこの、メッシュタイプのやつ。これすごくよく弾むし、で、比較的こう音が消音されてて、これだとちょっと一番僕が叩いてる中で静かなんじゃないかなと。これブラシも使えて、まあブラシもっとこう広いところでやりたい人は、このなんか、膝の上にこうファイルとか乗せてそれ擦ってもいいと思うんですが、で、これリムもあるし、非常にこれ便利で仮想的にね。で、足もやっていただいてると思いますが、足はこう、まあ、ヒールダウンでいいんじゃない？静かにしようと思うとね。で、ヒールダウンで。で、ハイハット、左足は、まあ、なくてもいいと思うんですけど、ハイハットの音がちゃんとこう、タイミングで踏めてるかっていうのはね、アラン・ドーソンさんは、部屋でこう、練習する、ホテルでね、ツアーで曲がっていくときは、左足の練習は、なんかこう、灰皿をうまくこう踏むとカチャってなるからってやっていうふうに言ってましたね。なので、こういうふうにして叩いた。で、まあ、もっぱらルーディメントなんじゃないかなと思って、まあ、早打ちとか。まあ、こういうのをずっとやってもらって、ダブルとか、パラディドルとか、まあ、いろんなものを練習したり、あとアクセント移動。まあまあいろんな手順がいっぱいあると思いますが、こういう練習をしてもらうといいかなと思います。で、足ですけど、ダブルの練習するときに、僕はこの、ここに、こういうこう、色違いのところで、で、こう、ダブルは僕はスライドなんで、こうですね、踏み替えなんで。なので、で、感覚的に言うと、本当に、つま先をこういうふうにしてずらす。っていうような感覚で練習してもらうとダブルの練習にもなります。明日カホンのやつやると思うんですけど、カホンなんかのペダルを使うと家でまあ比較的静か、まあうるさいですよ。結構うるさいですね。カホンなんでね。かなりうるさいけど、家でまあ、午前中とか昼間のタイミングで、まあ夜じゃなければ、カホンのペダルなんかすごいいいなと思いますね、あれ。ペダルのペダリングかなり現実的に近いんで、こういう風に練習してもらえばいいのかなと。だから8ビートとかも叩くときに、ハイハットここにして、とかね、もう、まあ、リズムパターンも全部叩けるし、タム移動はちょっとできないですけど、まあ、場所はちょっと違うけど、ラテンなんかでもリムショットとかの使い分けもできるし、まあこれ、リム使えるんで非常に便利なんですね。こういう練習をしてもらえばいいかなと思います。で、今日は練習パッドなんで、せっかくなんで、一個この間ソニーペインの動画を生徒さんと一緒に見てて、ソニーペインのスティック投げってどうなってるのっていうことで、これを練習していただけるとおすすめでございます。バイトですね。久々にやったんで結構難しいですね。これのポイントがあって、これは、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、エン、スリー。ワン、ツー、エン、スリー。ワン、ツーで、ツーの時に投げて、スティックを反対に右手のやつを持って。エン、スリー。ワン、ツー、エン、スリー。ワン、ツー、エン、スリー。これがまず第一段階。これができて、ワン、ツー、スリー。を、スリーを左手で取りたいんですよ。ワン、ツー、エンドの間に左手のスティックを右手に持ち替える。ワン、ツー、エン、スリー。ワン、ツー、エン、スリー。
1,2,3 ポイントは投げるポイントがうまくいくと取りやすい。この辺でちゃんとこう 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ここまできたらもう9割できてる。取った時にこの渡した手で叩く 1,2,3 1,2,3 もうこれね、ゆっくりはね、重力の関係上できないんで、YouTube はスピード、再生が 0.75 とかね、半分とかにできるんで、それで見て、巻き戻ししながら見てください。1,2,3,4,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 1。ということで、反対からもできるんですけど、ちょっと久々にやってるんで、ちょっとなかなか難しいですが。というわけで、暇なんで、こういうのも練習していただければいいかなと思う。あと、スティック回しはね、これですね。これですね。これはもう、スティックを回せるんじゃなくて、こうですね。こう回転。手をこうやって回転させるとわかるんですけど、これを人差し指だけでこう、やると。このスティック回しを、こっから、こう持ってるとこう人差し指こうかけてこうするとレギュラーグリップ、レギュラーからはこう持ってレギュラーからこの2本に持ち替えてこうすると普通にスティックのマッチ度に持ち替えれます。僕はこれよく持ち替えるんで、このスティック回しができると、であとはもう一つはバトントワリングのやつね。これね、もう全然スティック、もう練習パッド使ってないね。でもまあ練習パッド使って、家での練習なんで、ちょっとやります。カラカラ落としちゃってうるさいけど、まあちょっと怒られるかもしれないけど練習しておきましょうね。スティック回しね。この人差し指を、これが鉄棒だと思って、この指で鉄棒の上側を通す。これが鉄棒だと思って、この指が鉄棒だと思って、こう持ってって、ぐっと押し込んで、こう上から、これです。これです。これね。で、これが第一段階。だから、この人差し指逆上がりをする。そしてこう持ってってあげて、この人差し指の上を上から通して落とす。みたいな感じね。こうね。ね。で、こう落とすんだけど、今度はここを落とすときに薬指を経由して、もっぺん人差し指取るとさっきと同じ状態になる。こうなって、で、ここの指で取って、でこの指でもう一回取ったらさっきと同じ状況になるから、このまま逆上がりしてこう、この指でこう取ってこうですね、この指で取って、この時にね、最初ね、あんまりこうこっから始めるとダメで、ちょっとやる時にね、スッてずらして真ん中でやります。で真ん中でやってここを取って、人差し指で取ったらさっきと同じ状況になるから、そのまま親指で取ると、こういうことですね。はい。この練習を、要はまあ、スティック、僕が使うスティック回しは、このバトントワリングと、こっちのこれと、で、さっきやった、このスティック投げ。これですね。はい。よければ練習してみてください。結構家にこもってやっていくと多分できると思うんで、やっていただけると思います。それでは、本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。